こんにちは、野口幸太です。そしてカリフォルニアのメイコ先生、京都のユミ先生です。今晩も3人でお届けします。よろしくお願いします。先週ですね、YouTube で上達できるのかっていうね、テーマでお届けしましたけれども、それについてまだまだ僕たち言い足りないと。喋りたいことがいろいろあるんだということで、続編として、まぁ、ちょっと別角度からということにはなるんですけれども、まぁ、話を進めていきたいと思うんですが、メイコ先生、ピアノ教室というのが今後どういうそのことを目的として通われるようになるかっていう話から始まるんですよね、これ。そうなんですよね。だからその簡単なっていうか、さっき、まあ、前回の時にその、ゲーム感覚で、まあ、指が動いて弾きたい曲の音が出せればいいっていう人のニーズであれば YouTube とか、まあ、動画でいいのかもしれないけど、だけどピアノ教室ってそれだけじゃないよねって、その生徒さんと先生、まあこの幸太先生の番組の中で本当に散々幸太先生もおっしゃってるし、私たちも言ってる、その生徒さんと私たちのコミュニケーションのあり方、そこで学ぶ、特に音楽っていう言葉にならない代物をどうやって伝えるかっていう、このもうなんかこう、なんていうの、クンズほぐれつじゃないけど、そういうものがなのかなとか最近私は思っているんですよ、はい、で由美先生も由美先生で思うことがあると、はい、そう、なんかよくね、子育て広場にね、お邪魔するんですよ、私リトミックとかでね、あと幼稚園とかで、そこの保護者さんの方と、そこで保護者の方とお話しするときに、まあ、いろんなたくさん習い事があるんですよ今で。そしたらまあ、YouTube でいいよねっていう、もう0歳からですよ。もう0歳からの、まだこう、何も自分でこう、選択できない年から、もう YouTube 見せてたらいいよっていう、なんか今無料でいっぱい教えてくれるしっていうふうに言ってる、保護者の方が多いから、ちょっとなんか私、ちょっと危機感を感じていて、そう、やっぱ YouTube って、基本的に受け身で、あとここの目がね、目が動かないんですよ。YouTube ずっと見てるときって。で、YouTube、こう目が動かないってことは脳みそがまあ動いてないっていうことなんですよね。で、ね、目ってこの脳に入らなかったもう一つこの脳みそって言われてるから、だからやっぱそういう状態で見てるってことは何も本当ただただこう入ってくっていうことだから、ちょっとなんかね怖いなと思ってね、そんなお話をしたんですけど、前提として多分3人ともそうかなと思うんですけども、うん、情報収集として YouTube は活用してると思うんですよね、うん。で、僕はピアノの指導っていう面で、いろんなピアノの先生たちだったりとか、ピアニストの YouTube を見ることもあります。それだけじゃなくて、まあ、いろんなジャンルの音楽とかね、のことを知ろうとして、YouTube を活用するという意味で、めちゃくちゃ便利なんですよ。もう世界中、どんな人ともアクセスができて、世界中どこからでもアクセスできるっていう、便利さがある。だけれども、じゃあピアノ教室ということがこの、うん、今後本当にその弾くこと、ね、技術知識っていうことだけでピアノ教室というのがこう業界としてこう発展していけるのかどうかっていう、すごくこう実はものすごい、僕たちすごいテーマに取り組んでない今これなんかすごい取り組んでる。今話してることっていうのは、こうピアノレッスンっていうのは本当にそのコミュニケーションの連続でしかないっていう、僕たちももう何度ももう何万回も言ってるかもしれないね。そうした中で、まあ、YouTube とか一方的にこう情報が入ってくるという、それだけで、じゃあそのじゃあ音楽という音楽っていうのは、この中身をね、根本的なことを言うと、この中身を伝えていくっていうコミュニケーション手段の一つだとしたときに、うん、その代物を、それとして扱っていけるのか、アウトプットの道具として使っていけるのかって、これは果たしてどうなのかってね、ちょっと言葉数が多くなってしまいますけど、僕には抑えながらね、喋ってるわけですが。そう。大丈夫ですね、視聴者さん、ついてこれてますか？いや、なんかいいですか、お話ししても。やっぱりこう今時代がもうピアノって何百年前からあるじゃないですか。でやっぱりいろんなものがこうなくなっていく中でね、やっぱこう時代とかいろんな流れでやっぱりピアノがこうやってあり続けて愛されるっていうのは絶対何かあって、どんな環境でもどんな方のピアノがあるってことは常にこう
根源的なものというか、絶対に私たちはなくてならないものがそこにあるからずっと残り続けてきてるんですよね。だから今まではどういうピアノ教室だとかわからないけど、これからの時代はまた新たな形の音楽教室でどんどんこう寄り添っていくのかなっていうのは私思っていて、やっぱりそのコミュニケーションだったりとか、やっぱりその見えないこの心というか心を表現するとか、そう、なんか絶対これからもずっと未来へこう残っていくものだから、そう、だからその部分をちょっと改めて、なんかピアノ教室としてこう感じながらやっていかなきゃなって思ってますね。以前芽衣子先生に脳科学のねお話の回を動画でお話しいただいたけれども、なぜ芽衣子先生が脳科学のお勉強をされてそのプロフェッショナルな資格も取ったかっていうと、ピアノのことだけこう分かってればいいとかってそういうことじゃないってことが思い知っちゃったからお勉強されたんだよね芽衣子先生。そうそうそうなんですよ。結局コミュニケーション力なんだなっていう、そのいわゆるその昔の昭和の先生、もうなんか私も何人かお会いしたような、その分からないんだちゃんとやってくださいとかバーンとか楽譜投げられたりとか、お手手をバーンと叩かれたりみたいなことではなく、まあ、それではなく、そのいかに、なんて言うんだろう、もう音楽はツールであって、このそれを介して会った人たちがそれを介して、その正解のないものを自分たちにこう寄り添ったものに仕上げていくっていう行為自体が、もうなんかこう、行為自体、もそのレッスンそのもの、何か技術を身につけるっていうよりも、そのレッスンのその行為自体がすごいことなような気がするんですよね。そうすると、結局我々が必要なのはコミュニケーション力、まあ人生全般にもう全部どこ切り取ってもコミュニケーション力が必要になってきて、で、そうなった時に、さっき由美先生がおっしゃった一方通行であるようなもの、それは動画に限らず一方通行である、その教えてもらうこと、一方通行で技術を学ぶことがいいのかどうか、その特に音楽の場合はその数学とかと違って答えがないじゃないですか。で、答えがないところをその自分の落としどころを見つけて、お互いに見つけていくっていう作業、それってもう本当にそのこれから大事になっていく人が人たるもう理由だと思うんですけど、だって正しい答えだけ出せばいいんだったら、もうそれこそ AI に頼めばいいわけだから、二人の人がもうこうやってああやってってやることが大事なんであって、だから私たちはピアノ教師はその、もうコミュニケーションの仕方を今度はレッスン室の中で教えていくのが仕事なんじゃないのか、とまで考えるんですよね。わかるわかる。あとさ、その、例えばさ、この、コンディションっていうのがあるわけで、生徒さんにもね。で、こっちにも自分にもコンディションってある。ね、そう。でさ、じゃあ、すごい分かりやすい話ね。生徒さんが、こう、すごいしょぼーんとしてレッスン室に入ってきました。その状態で、はい、YouTube かけます。ね。それで、この子は意欲的に、果たして意欲的にそれを学ぼうとできるのかどうかっていうね。僕たちってピアノを教えてるだけじゃないんですよね。そう、うん、ね、しょぼーんとしてきたら、お、どうしたって話を聞いてあげる。うん。で、頭撫でてあげたりとかね。ね。なんかあるじゃない。ね。で、この子が学べる状態に持っていくっていうところから始めるわけだよね。それが、果たして、その、まあ、YouTube 素敵よ。もう大好き。僕もよく毎日見てるから。そう。ね。でも、過度にそれを、信頼していいものかどうかっていうのは、今現在においてはね、まだ AI はそこまでご機嫌取りとかね、なんとかっていうところまではまだ難しいんじゃないかなって思うんですけどね、というところで、まだまだこの話はなんかこう終わりがなさそうですね。ね、どうでしょう、お二方。付け加えたいこととかありますか？いろいろ自分で選択できる力ができたら、こう私 YouTube いろいろ活用するってことはいいけど、やっぱ小さいお子さんにね、YouTube だけで OK って言って、こう、なんかこう、見せといてこう満足してたりとか、まあ私も変な、まあこんなこと言ったらいけないけど、私も娘が小さい時そういう時あったけど、そうそうそう、でもやっぱりこのちゃんとこの保護者の人がどうして YouTube を使うのかってしっかり考えて、その上でちょっと子供さんに扱うのはいいと思うんだけど、ちょっとね、一回考えるきっかけになったらいいなって思いました。芽衣子先生いかがですか？そういえばと思って今思い出したんですけど、前職でその高校のミュージカル科にいた時に、そのね、今ね、ミュージカルの子たちって楽譜読まないで YouTube で覚えることが多いんですよ。
そうすると、私のところに楽譜持ってきて、私が弾くと、いや、先生間違ってるって言うんですよね。で、間違ってないよ。こう書いてあるから。いやいや、YouTube はそうじゃないって言うんですよ。YouTube が答えになってて、自分で作ろうとしない。もうそれの真似。で、それはあなたのオリジナリティじゃないよって。音楽っていうのは、ここからいろいろ発展していけるんだっていうことを言っても、なかなか通じない。はい、それ本当にまずいなって、君がどうやってもいいんだよっていうことが、音楽ってそこまで懐が深いんだよっていう話がなかなか通じなくて、年配の先生とちょっと嘆いたことがあったんですけど、そうなってしまうと世界ってつまんないですよね。あ、確かに。そうそうない、誰の演奏を聴いても同じってめちゃくちゃつまんないですよね。そうだね。だからそれを、この誰の話を聴いても同じっていうのと一緒だよね。だからね。そう、うん。そう、あの、演奏と、このパフォーマンス、誰が踊っても一緒とか、全部に言えることだと思うので、まあ、あの、付き合い方っていうことをね、あの、上手にね、考えていきましょうっていうね、YouTuber が言ってんだから、今。YouTube で大丈夫って言ってんだから。面白い構図になっております。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。